僕占い師使用します。7番さん占ってこれ。なんだよお前。俺7はね黒く見えるんだ。3番さん意見は違った。バカなんじゃないの。ただ簡単な部分で言ったら73で2同金なのかななんて思っちゃうけど。ミスリードだったら悪いけど、こいつは本当頭おかしいぞ。そうですね、じゃあ始めます。さあ今日初の人狼殺、役は何かな。できれば占い師がいいよ。まもなくゲームスタート。てかさ、この村人のマークがすごいかわいそうなんだよな。毎回もう死にそうな顔してんじゃん。村人ってそんな貧乏。そんなことないよね。目を閉じてください。昨夜は誰も死にません。4番おはようございます。まあ初っ端なんで特に何も言うことないんですけど、うん、どうしよう。まあじゃあとりあえず進行論言っておきましょうか。うん、まあ多分皆さんも分かってるはると思いますけど、白い位置黒い位置しっかり理由つけて言ってくださいね。じゃないとつられ位置になってしまうと思うんで、すぐ死んじゃったらこのゲーム一戦長いでつまらないでしょ。優しい、なんか優しいんだけど口調が好きだよ、こういう裏。いや男ばっかで臭い部屋だなって思ったら村さんの声にね僕は救われました。この村でね勝ちたいと思います。はい、おはようございます。 CEO はありません。そうですね、まあ、4番が進行論で5番が、2番に触れたってところですかね。まあ全く色は落ちてないですね。はい、皆さんおはようございますということで、村人陣営でした。まあ4番さんから始まった人狼殺なんですけども、まあ4番さんが、進行論とで、5番さんがまあ村全体言いましたよね。うん、男ばっかで臭い部屋なのかなと。で2番さんに触れたと。で6番さんが言ってたのは2番さんにすり寄ったって言ったの、そうは感じませんでしたね。なんか全員に触れて2番さんに触れたような感じしたんで、これが6番さんと違う意見かなと思ったんですけども、まあそうですね、まあ占い師はまだ出てきてないんで、まあ出てきたら、もうちょっと考察していこうかなと思います。はい、おはようございます。村人陣営、使用はありません。はい、よろしくお願いします。9番陽くんです。村人陣営です。え、今の中で発言聞いて正直色をつけるの難しいなっていうところ。村人陣営です。無理やり色つけたいと思います。ごめんね、4番5番は色見えなかった。5番2のすり寄りとも思えなかったけど、うん、6番もそこはちょっとしたね雑なぐりなのかな。うん、うん、それよりも俺気になったのはその6番さんに対しての7番さんのセリフ。5は全員にまあ軽く触れて、2にちょい触れて、5全員に触れてたっけって、うん、それがね気になったの。でもね、その直前に8番さんがそこに対して触れなかったのが俺は一番気になる。ヘイト買いたくない人狼なのかなって思ってる。だから今話した中で8番さんが黒目、7番さんがその次、9番さんはね8番さん挟んでの発言だったから7番にまでね、うん、意見がまとまらなかったのかなって思った。9番も同じこと言ってて9番はそう思わなかったらおかしくないこの人。はい、おはようございます。なんか5番か2番にすり寄ったみたいな感じで盛り上がってましたが、まあその話は私占い師でした。で占い先は3番さん白でした。3番さん白でした。そうですね、誰だろうすり寄ったって言ったの。5番さんが発言した時点で私は発言してなかったので、まあすり寄ったっていう表現はおかしいかなと思いました。でそこに突っ込んだ78、まあ印象はいいですね。んーで9番さんかな、まあ6に乗っかるには2の発言聞かないとまだわかんないっていう発言なんですけど、乗っかりたいんですかって思っちゃいましたね。はい、まあそのぐらいです。絞れたやないかい、乗っかりたいですか。で3番さんが白です。以上です。はい、3番白紙村人陣、です。占い仕様がありませんってことでね。部屋村だ、巨人じゃないんで。で他の人多分ねここまで出なかったら3番巨人の線を追ってる人もいると思いますが、うんうんうん、まあそれでもいいですと言っておきますね。どうせ僕とかかって噛まれるんで。はい、平和村になりましたね。まあでも2周目狂人が黒出しっていう形で出てくるかもしれないので、まあそこの線も追いながら見ていきたいなと思います。3番さ発言伸びなくね。はい、2周目ですね。
僕占い師 CEO します。7番さん占って黒でした。7番さん占って黒でした。なんだよお前。全国来た理由、普通に7番さんとの LINE を見たかったんですけど、まあ今現時点で僕が一番白いと思ってるのは1番さんですね。はい、1番さん7番さんに対して初週のあのこの情報の少なさでバッチシ殴ってました。うん、1番さんが狼やったらそこまで殴る必要はないかなって思ってます。最悪だよ、釣られるだろうね。特に自分は黒いっていう印象は持ちませんでした。まあ7番さん役職なかったら7番釣りにならざるを得ない。最悪だよ。はい、ということで急に4番さんが黒出ししてきたってこと、なんで皆さんあの潜伏した理由聞かないですかね。うん、これ普通にもう強人でしょ。で3番さんがなんか4番さんがね、あの3番さんのことをね強人の目で追ってるって言ってるけど、いやあなた強人なんで3番さん白出てるんで強人ではないですね。人狼でもないし、うん、3番真っ白ですね。うん、で5番さんがねなんか強人の目で追ってる、あの追ってるけど、その結構大事な、多分5番さん村だと思うんだよね。うん、5番さん村だと思うんだけど、それでなんかその役職特に僕持ってないんで、何も使用することないんだけども、それでつられ位置になるのは、むらりないっすよね。だって初日で2人かまれ、2人村人いなくなるってことでしょ。厳しいよね。負けるケースはあるけど、でも一つ気になったのが、その6番さんのツッコミに対して僕が突っ込んだと、そのツッコミに対して1番さんが、まあ、7番怪しいと、7、8ラインあんじゃねえかって言ってたんですけど、9番さんも同じ意見なんですよ。なんで9番外すのかなって、これ、もしかしたらね、6、1、これ、あるよ。うん。もしくは、6、1、9のどれかに二人狼、そして4番狂人。うん。そんな感じがしますね。うん、8番さんは、うん、そんなになんか、そう、多分ないとは思うんだよな、ここの位置で人狼って。また確かに僕の意見全部乗っかってきたけど、そんなにないと思う。うん、僕はもう4強人なんで、もう確実に。うん、初日はごめんなさい、1番さん行きます僕。プレイヤーはいや、もう厳しい。いきなり3番さんに白出し、4番さんが7番さんに黒出し、僕はもう7番さん釣ります。4番さんの方がかなり信頼が高い。はっていうのも、3番さんが、潜伏占いを予想していたのにもかかわらず、2番さん強人と見てなかったんですよね。うん、なんで次出てくるのが強人だってそんな言い切れるんですか。で、なんで2番さん強人だと思わないんですか。で、3番さんが占い潜伏の線を上げたのならば、全然2番あ、人狼の線もあんのか。うん、それを2番さん強人って追わなかったのはかなり怪しいし、かなり黒い。だからこれも僕37で見てますぐらい3番さんの発言は黒いと思ってた。で、1番さんが言った、78で、僕が黒いと、まあね、確かにね、あの色をつけるあたり僕は1番さんは白目で見てる。うん、正直誰かが色つけなければそこから、うん、と考察とかもクソも生まれなかったから、うん、で、5番さんは、4番さん強人っぽいって言ってたから、577もラインももしかしてあるかもしれない。僕はもう7黒で見てます。まあ僕は、2強人3黒4真7黒で今のところ見てます。今日は7番さん入れます。3番さんの発言でもう全てなんか見えた感じがしました。何を言ってんの？3番さんが村だった。何言ってんだよ、俺も村だよ。8番さんかなり印象良くなったなって。よくねえよ。7番さん真っ黒だよ。してるあたりは僕8番さんは白として多くねこれ。うん、で僕も今日黒出しされてるんなら7番さん釣りをしてだよ。 でもまあ村側の総意、ね、はっきりしろよ。4番さんも並行して釣っとかないといけないなとは思ってはいる。 PP 回避っていうところでね、4番さんこれで決め打っちゃうのっていう心配も正直あるのよ。バカあるんじゃないの本当に。簡単な部分で言ったら73で2強人なのかななんて思っちゃうんだけど、一番怖いのは4番さん強人だった場合が、強人だから怖いよ。まあ、今日は7番さん釣りで行って、僕の中では4番さんも並行して釣っときたいなっていう思いは正直ある。何回言うんだよそれ。とりあえず今日は7番さん、まあ、いいぞ。もう終わったわ。なんでさ釣られちゃうの俺。発言してください。その通りだよ。その通りじゃねえよ。されるから自分クロスもう固定されてるって勘違いしてるけど、並行してね7番釣ったら次4番ね。
まあ、発言によるけど、いえ、2番がすっごい怪しかったら変わるかもしれないけど、まあ、4番ずるよね、うん、ただ5番は完璧に4を偽で追ってる。だから4がね、真だったら、7黒、あの俺をね、白く見るっていうのは全然あるんじゃない。ただ4が真は決め打ちたくない、うん。まあ、どっちだよ。も全然、これはマジでフラットで見てる。ただ今日は7番釣り、まず単体で黒い、4が強靭だとしても7黒全然あると思う。わかんないのかな。はい、そうですね。うん、3番さん回ってた人が気になるな。ん、まあ、一周回った時点で1人しか出てなかったら、まあさ、平和村になりますよね。で、7番さん、そうだな。まあ、占ってないから黒か白かはわかんないけど、まあ、私目線4番が確実に強靭なんですけど、まあ、7が黒いかって言われたら、うん、微妙。でも7が黒だとしたら、まあ、8下がったっていうか。妊娠の4強靭の7は村目で見てます。で、黒というと8、1黒で見てますね。理由を言いますね。4番さん、さっき僕が発言で、強靭が出てきて黒トークをしたらって言ったら、4番さんがすぐしてきましたねっていうのは、あれはね、黒出せっていう意味でやりました。ワンチャンね、ハンターに黒出ししてほしかったんですけど、多分7番さんは村でしょうということで、4番さん、ね、占い理由も言わなかったですね。まあ、潜伏してたっていうのもね、まあ、納得っちゃ納得できるんですけれども、占い位置の、ね、理由とかも何も言わずに、ただ7黒と言いましたね。もうこれ4番さんの強靭目が上がってるので、僕は4番さんに思ってます。で、この発言ね、かなりね、村として危ないなっていう意見思われるかもしれない。いや、いいと思うよ。ここで8番さんが自分にめちゃめちゃ叩いてきましたね。これ8番さんも黒で僕見てますね。で、5、6でその4番さんになんで占い、理由はそこの位置なのっていうのを聞かなかったあたり、5、6番さんも臭いとは思うんですが、8番さんをかなり擁護していた1番さん、1番さんもちょっと怪しいかなという風に見て、8黒の時点で次1黒を見てます、うん、で7は多分白だと思いますね。あの発言と考察の考え方、うん、だと今ちょっと思ってて、ね、うまいぞ。7黒をまあ見てる方、うん、多いと思いますね、うん、多いと思うんだけど、自分的にはもう7白なのかなとね、おお、いいぞ。立ち回りじゃないなというふうに見ているところです。いいぞ。めっちゃうまいっすよ、3番。なので、まあ、7は置いといてもいいのかなというふうに思ってるので、僕は4に入れたいと思います。よーし、やったー、生き残れるぞ。なんでやねん。今一瞬ね、やった、生き残れると思ったのに、なんでだろう、なんか、皆さん、その人狼をやってる時に、まあ、黒出しされたらその人を釣るっていうのは、まあ、セオリーだと思うんだけど、だったらさ、占い師、これ、セオリー占いの方がさ、信命高いでしょ、どう考えても。なんで突然僕を占う？しかもなぜ4番は潜伏してる？潜伏理由も占い理由も言わない。いや、これね、僕を黒だと思ってる村は、本当に先般だからやめた方がいいよ、本当に。本当にね、甘い考察が。で、3番はね、すごい的確なんだけど、怖い。うん。で、2番が、占い師で、3番狂人で、で、怖くて出れなくて、4番が人狼で出たっていうケースも考えられた、今。うん。いや、マジで村ねえわ、これ。下手だわ、普通に。見てるから。頑張って、村。いや、マジで下手なんだよな。閉じてください。え、わかんない。俺村だったらわかるけどな。こう思考ロックの達人だから、こういうさ、4番って俺信用できないと思うんだよね。やばい、見たくねえ。だって誰が嘘ついてんのか見たくない？昨夜死んだのは、ああ。6番。ハンターだ。もう4撃て、4。4撃て。4撃て。4撃っちゃえ。8番。3番さんが確定白ですね。あ、ちょっとショックです。3番さん黒で見てたので。で、まあ、7番さんが言ってたんですけどもね、4番さんが、なんで7番を占ってんのか。別に理由なんていらなくないですか、初日に。うん。2日目からだよ、占い理由がいるのは。初日はいらないと思ってる。うん。で、別にセオリー通り占わなくても、僕は別にいいと思ってる。うん。ぐらいですかね。で、そうだな、まあ、確かに、まあ、3番さん確定白か。なんでなんでかなと思ってるけどね。なんで確定になるの？なんで確定になるの？いや、明らかに3番さんの方がおかしい発言してたから、明らかに絶対4番さんの方が真理高かったんで、普通に考えたら。うん。
そこに気づかずに5番さんは4番さんが、強靭だと思ってるっていう発言があったので57のラインもあり得ると思ってるか、今日は、まあ、3強靭だったらどうすんだよ、見つけたとしている4番さんを、まあ、釣るかなって思ってますね。はい、んーで2番から僕白もらったんですが、んーどうなんだろうね、うん、黒打つのがビビったのってかわかんないんですけども、相変わらず僕は2番さん強靭、4番さん死んでます。バカなんじゃないのお前、うん、ミスリードだったら悪いけど、こいつはほんと頭おかしいぞ、そういう風に思っちゃうんだから仕方がない。これはバカなんだよ。いやこれで2位を不審に思う人はバカなんだと思うよ。4番さんは確かに隠しの作りに行ったって絶対言うよね。あと長いんだよ、うん、ちょっと審議するわこれ。まあ、強靭の可能性もでかいから、いや人狼だと思うよこれ。やっぱ今日は4釣りは、うん、安定でしょ、4釣り押す、うん、うん、村だなこれな。でももう一人狼は釣れてると思う。釣れてねえよ今日は、4釣りには押すんだ。釣れてねえよ。で時点で怪しいのはやっぱ俺も5番さんはどうかな。なんで5番怪しいの。3番さんは僕目線、8番さんと1番さんはやっぱりね、7番さんをあそこまで釣り寄せるっていうことは白く思ってるから、うん、初日から PP 起こってんだけどこれ、うん、とりあえず、うん、こんなところですかね。五人街4村人なんだけどこれもう PP だろ初日から。7番はあんなに擁護してたの逆に人狼に見えなかったんだよ。だから4番さんがね3番差を占って白出したのは俺微妙かな。4番さん5番占ってほしかった俺目線はね、うんうん、俺7はね黒く見えるんだ。3番さん意見は違った、うん、バカなんじゃないの。ただ、うん、あの行動挙動がね裏目に見えた行動。あ9番の追加しなくていいって、うん、3も、白角だよね、うん、で4、2だよね。だから3番も強靭の目で女人、まあ、分かるんだよ黒でライン見たいって、うん、で自分村目に置いてくれたしね。そこを7番が理由ない理由ないって言ってたのはもう黒にしか見えない。ただ4強靭で7誤爆っていうのも全然あるから何回言うんだよ同じ話いいと思う。で、うん、絶対あの4真の思考ロックはやめてほしい。お前だよお前だよ思考ロックしてんの7黒だと思うとか言ってはい、まず8番さんの裏声理由なんですけど、昨日も言った通り7、8のどちらかに一郎いるんじゃないかなと思って、で7番は結局人狼なのか村人なのかよくわかんないんですけど村人だよ。8番さんを占ったところ白でした。私目線も4釣り以外飲めないです、うん、4釣らなかったら普通に PP になっちゃうんで4釣りお願いします、うん、7は分かんないとして591の中に2浪いるんで、いや4番もだから生きてたら3分の2の確率で黒が出ると思います。まあ隠し浪もらったけど全然嬉しくないです。今日4番釣りですねってことで、多分4番さん3番強靭で2番人狼なんじゃないのっていうのを言うと思いますが、うん、僕強靭ではないです。で4番さん釣りでもう8が怪しすぎたんだけど8白ということで、うん、もう僕は2番シーンでロックしちゃってるので8白と思います。あーでも村目っぽいな、うん、8が狩人じゃなければいいなというふうに見てますが、うん、バカだからね、明日狩人仕様乗っ取りも出てくるかなというふうに見てます。でみんなが5黒いって言ってその理由もちょっと述べてほしかったなっていうところ。でもやっぱりね自分的にはね次の昨日言った時点1黒の1がね怪しいかなというふうに見てます。その1番さんが7、8黒く塗ったことに対して僕が1番さん黒く塗ったっていうので自分黒目に見られてるんですかね。正直これは理解できないなって感じですよね。で最後の3番さんが4釣りって言って7番さん最後4釣り入れてるんですよね、うん、で最後に4番の占い理由のセオリーとかなんだらっていう話をしだしたので僕7番黒目で見てて、バカなんじゃないの。でやっぱ黒出ししてる4番が今日釣られると思うんですけど、4番がその3番を占って隠しを作ったっていうのは非常にあの新芽上がったかなと思ってて、なんでみんな4番強靭で追ってるのか僕は理解できなかったな。お前何を4番今日釣られるんだから隠しを作ってた方が良くないですかって。でその3番がね黒っぽい発言連チャンしてるから4番さんその指摘がお前、まあ、誰なんだよこれ人狼わかんねえな。7で僕は釣れてると思いますよ。今日4釣りますけど、いやないってって僕は4神目で置いてますね。3の隠しを作ったので。今日始めてください。ねえわ俺を入れるな、笑ってるよ人狼は、はっはっはっていやマジで , 笑ってるよ人狼は。4番
よかった。選ばれました。黒出し特攻め。帰れ、お前は。Get up。はい、まあ別にこれはいいですよ。村目線安定で僕釣りっていうのは全然構いません。まあこれとりあえず明日まあ2番釣れとか言うと、多分2番3どうなんやろな。1,2,3,4,5。うん、多分どっかに黒出ししてくると思うんですけども、僕が真なんで、うん、まあ明日絶対2番3釣ってくださいね。でこれは2陣が釣れます。3番噛まれるでしょ普通に。目を閉じてください。もうやばいなこの村マジで、バカしかいねえんだけど。5番は急にまあ前の意見と違って、うん、7は黒に見えるとか、何言ってんの。8番もあの発言は7で釣れてると思う。9も便乗、1も便乗、まあそれと一緒。2番リンゴ星人、3番は結構優秀なんだよ。これここが強人だったらめっちゃ怖いって感じで、でもここ噛まれる位置だよね確実に。で狩人は2番守る絶対、3番は絶対噛まれる、これはしょうがない犠牲となってくると、黒出しする2番がどういう討論をするかと。おーしないっす。2位守ったのかな。のプレイヤーは発言してください。ゴークロ、うわゴークロ、うわ。るよな。まあ自分はまあ出た、ちょっと4番さん出た、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 叩かれてるんで、なんとも言い難いんですが。カリウド、え、お前カリウドだろ。使用1番さんですね。うわ、いやどうせ取られるなら、のプレイヤーはこの可能性もあるね。してください。ゴークロは5。で2番さん僕も強靭でしか見てない。バカなんじゃないの発言で、2番さんの考察だったら7番さんと8番さんどちらかに黒がいる。8バカだろお前。白だっていう発言をしてましたよね。で僕を占って白だったんですよね。ちょ俺トイレ行ってくる。じゃあ7番さん黒追わないんですかって感じなんですよ。2番さん追わねえよ。まあ僕含めて5、8、9に、1匹または2匹か2匹か、うん、またはね、うん、で5が白なら9が黒だし、まあ5、9どっちも黒っていう可能性もあるけども、今日は2番行きたい僕は。はい。もう2番さん芯切ってるので、僕は今日2番さん行きたいです。8番さんでずっと連れてるっていう思考はダメなのかな、俺。ダメだよ。まず3番さん、俺は下流女 CEO だよ。うん。3番さんはね、理由もなく俺を黒で見ないでって思った。まあ、いや、あるわ。で、3番さんはどうなの、今思考はどうなの、やっぱり2番ロックしてるの、占いシーン。うん、そしたら3番さん5番に入れるのかな。うん、2陣路いるのかな。いやばい、チャット考察やめろよ。正直2番に入れたいんだけど、2陣路7で釣れてない気がもしてきたな。ちょっと待って、ね、補正は気づく。4が全然2陣もバリバリありえると思うんだけど、やっぱ2の考察がなんだかんだ少ない。でやっぱ気になるよね、8番占って素人出たのに3分の2で人狼当てれるって言ったの。7の人狼追わないところ、5番、まあ今日は2番かな。ちょっと2番のことも聞きたいけど、2人狼いないと思うんだな俺は。いるよ、7連れてほしい、連れてると思う。バカなし、2番の意見聞くわ。ほんと役職持ってるやつがさ、こんなのダメだよな。はい、今この時点でピーピー起きてないですよね。うん、なのになんで私を釣れ。で、一つ提案があって、4番が7黒出してて私が5黒出してますってことは、5、7釣っちゃえば1郎確実に釣れるんですね。うん、ってことはまあ7は黒か白かわかんないんですけど、うん、まあ4の5枠で7が黒だったとしたら、今日5釣りでまあ終わるんですよ。いや、その理由はわかる。終わんなかったら9が進路確定なんですけど、うん、あ、そうだね。なんでごっつりお願いしたいですね。はい、私目線7が黒かどうかわかんないんで、うん、まあ5で終わんなかったら9が人狼になるんですが、うんうん、正解ですね。そうですね。まあとりあえず今日は村人っていうか村人陣営ならごっつり以外飲まないでください。私目線も7が違うかった場合9が黒っていうのしかないんだけど。オッケーオッケー、すごいよすごい、オッケーオッケー、グッジョブ、勝てるだろう。もうバカのバカ探すかんなお前。ということで8番さんに特に言ってます。もう号泣、僕は人狼で追ってますって、初日と2日目の意見変わってごめんなさいね。まさか1番がカリードだとは思わなかった。いや本当だよ、うん、
で、8も白だと俺思ってなかったので、うん、ちょっと謝っときます。それで、1番さんカーリードで3番グッジョブです。8番さん噛まれたら最悪だなと思ったけど、3守りありがとうございます。で、うん、俺1を押してたから、俺噛まれないかなと思ってたんだよね。うん、なので今日は5釣りお願いします。OK。8番さんに言っときます。5と9は必ず2番に入れてくるので、8が2に入れちゃうとね、3-3で、あ、まあ1が5に入れるよね、多分ね。3-3で決戦投票になります。なので8番さん2には入れないでほしいなっていうのが正直な意見ですね。今日5釣り。俺明日9で終わると思ってます。多分連紙で僕はもう明日この世にいないので、まあでもカリード噛まれるっていう線もありますね。で、分かんないね、シーラナイも噛まれるっていう線あります。うん。うん、だけども、9でもうね、見てます。なので、5、9、黒です、ね。いやー、頭いいな、3番、ほんと。初日から頭いいんだよな、この人。なので、今日は5番に入れます。最高。うん、なんか初日から考察全然当たってなくて、マジクサクサでした。ごめんなさい。いや、当たってる、当たってる。いや、すごいよ、3番。ほんとにムラリアル。8番、お前、蹴ろう、お前。1番も蹴ろう、お前。本当にカリウドとか7番黒かもしれない、黒だと思う。いやでもそういう思考ロックはやめた方がいいかな。でも黒だと思う。5番オーケー。残念だったら5番よ。まあまあ9番だな。うん、9番、まあ、ここで終わんないってことは4番強人終わんないっすね。怪しい人一人もいない。8番白出しされてる、1番カリウド、3番白角、まあ2番は残されるでしょ。9黒じゃん、もう確実じゃん。で、俺の予想は、うん、3番かな。俺3番噛む。普通に。まあ、ちょっとビビリの人狼だったら1番だけど、2番は噛んでこない。絶対。まあ、3番でしょ。3か1噛まれるでしょ。8はどうでもいいけど、バカだからこいつ。3番うまいんだよな。朝が来ました。マジうまいんだよ。2、まあ1噛まれると思うけど。昨夜死んだのは、うん、ビビリだな、9番。1番のプレイヤーは一つ言わせてだって一つ言わせて自分のターン言えばいいんじゃないですかね。9番さん黒でした。私目線9番線以外読めないです。あよげーっていうのは嘘で、私実は狂人なんですけど。は人狼さん誰ですか。いは一緒にどちらかに入れましょうよ。は8番さんが死んの ?3 番さんが死んのは死んなんですけど。9黒出たんで、とりあえず、9番以外。はすごいですね。ここで9番さんがはいとか言ってくれたら、よかったんだけどな。ははい。まあ、とりあえず、ピーピー起きてないですね。わかりますよね、これ。はピーピー起きてないんで、9黒で見てください。っていうか、それ以外飲めないです。で、9番さんは発言の時に言ってください。ええどういうえはい、9釣りですね。はい、9釣り以外ないです。で、あ、昨日言おうと思ったの忘れてました。9と5番だけなんですよね。こう、占い、4番の白角作って、釣りに行ったのが、新占い師に見えるって言ったのが、昨日、おとといか、9と5番しか言ってないですよ。そのね、白角作ったあたりっていう。もう、それ、号泣で多分ね、そう。人狼なのかなっていう線が上がったっていうのを昨日言うのを忘れてました。はい。で、9番さんね、8番に乗っかったり他の人に乗っかる意見がねとても多かった初日からね、なので9黒で見てます。はい、以上です。うん、8番のプレイヤー。冗談だよね、今2番はね。なんですけど2番さん強人じゃないんですね。うん、じゃあよかったわ。俺昨日結局2番に入れたかったんだけどね。9黒2強人だったら負けてたんで、この盤面で。なんだ、変なこと言うなお前。ああ、でも2番さん正直追えませんでした。申し訳なかった。本当だバカ、うん、俺に謝れお前。ちょっと俺に謝れお前バカ。ってことは2番さんがシーンで5級が黒だった。謝れ俺に。で4番の黒とここで7番さんがじゃあ村だったのね。7番さんにも謝っておきますね。当たり前だわ、ね、当たり前だわ、はい、気分いいな今、まあ、9番さんにじゃあ入れたいと思います。気分いいぞお前、はい、じゃあ9番さん。8番気分いいぞ俺は。うん、そうだ、その通りだよ。のプレイヤーは発言してください。負け格自爆するぐらい負け格なんだけど。うん、まあね、もう欲しかった正直。もうただそれだけ。教授が白角作りに行かないで欲しかった、マジで。ほんと5時白出しして欲しかったってしか言えなかった。バカ。
もう3の白角作っちゃった時点でもう負けなんだよな。マジで、ただそれだけなんだよ。5に占ってほしかったんだ。で、5番さんも下流の使用してほしかったよ。黒出されたタイミングで。そしたら2の強靭目が上がったんだよ。そしたら8番さんがもっとにずりを押せるんだよ。PP 会議しないといけないから明日って。それだけだったんだ。だから、いや、俺夜にね、5番さんに強奪されたら下流の対抗してほしいって言ったんだよ。多分いきなりだったから多分できなかったんだよね。でほらもう3回目に行くしかなくなるんだよ。白角作られちゃったから。でまあ狩人が一番だと思わなかったから、まあ、俺も正直どこかで狩人死んだかなと思ってもいたんだけど、もうこの番目はもう負け角なんだ。負け角だよ。占い先がもう俺しかいないのはもう目に見えて上がってたから、うんうん、1番が3番守ったでしょ。したらもう多分2番守ってんだよね、うん、これだから1番神にしか行くしか他ない。行くしかない。うん、行くしかない。うん、だからワンチャン8に3投げつけようかなと思ったけど、もう狩人のぶっちょぶ起きたから、もうその時点で負けなんだ。僕は自爆する。以上。いや、本当に声は。いや、マジで。1番7、ごめんね。下手でごめんねって。いや、本当にお前。ふざけんな、本当に。許してちょんまげ。1番は許す、8番も許す、バカ2人、もう君たちはもう人狼やりたくない。本当に怖い。